レースコースは第6レースです。最終日前半戦ラストの一戦です。一般戦第6レースドラドキ目玉第6競争が始まりました。対戦メンバーは1号艇が佐藤博明、2号艇は高橋直也、3号艇は柴田大輔、4号艇は鈴木重隆、5号艇坂本勇気、6号艇小沢学、以上6人の対戦です。スタートまでは1分を切りました。なおゲストの皆様にはレース確定までお手元の投票券を大切にお持ちいただきますようにお願いいたします。スタートまでは50秒を切りました。アウトコース側各選手から離れているのは5号艇の坂本、地元新人の坂本勇気は今日の第一競争ではコンマ09トップスタートまくりを見せまして2着としていました。このレースもアウトコース側6コースに構えていきます。スタートまでは30秒を切りましてダッシュ3艇後ろ引っ張って4番の鈴木、そして6番の小沢、5号艇坂本の並びです。1コース1号艇佐藤博明スタートコースへ向けています。初日の第4レースと2日目の第7レースとまくり差しで2勝のゴールがある佐藤は11レースを控えています。他の5人の選手はシリーズラストの一戦、内から1番2番3番4番6番5番ドラドキ目玉第6競争スタートが切られました。ここも好スタート、6コースから5号艇の坂本、さあ1周1枠内5艇をまくっていきます。今度はまくり切るか、5号艇の坂本が6コースからのまくりを決めた。バックストレッチへ出る、内は1号艇佐藤も残していますが2番手争いとなっています。さらに内は2号艇の高橋です。外からは3号艇の柴田、内をついて6号艇の小沢、アウトコース4番の鈴木、バックストレッチを通過、坂本6コースからまくりを決めました。トップに立っています。ここはリードがある2枠をトップ旋回、ホームストレッチ入ってきた。スタートは正常、6コースまくり、5号艇坂本が決めた。リードは4艇身くらいあります。2番手追ってきたのは1号艇の佐藤となっていますが、5番1番その後ろ3番手争いは大激戦、内4号艇鈴木、中6号艇小沢、外は2号艇の高橋となっています。2周目第1段マークを回りました。バックスレッジ5号艇坂本依然としてトップ、リードを逆に広げました。2番手は1号艇の佐藤です。後ろ3番手争いは激戦が続いていますが、4番の鈴木、それから外は2号艇の高橋です。6号艇の小沢この後ろ5番手の位置から切り返していきました。ラストは3号艇の柴田、2枠を旋回しまして直線コースへ入りました。少し前が上がったか5号艇の坂本、それでも先頭トップに立っていて1号艇佐藤が追ってきた。差は3艇身と詰まってきました。ラスト1周514で600を通過、3番手は4号艇の鈴木です。最終の1マーク5号艇の坂本先頭か、バックスレッチへ出る、このまま行けば水神祭、バックスレッチへ出ました。5号艇坂本デビューから140走目127期生、地元新人の坂本がリード、リードは3艇身、1号艇佐藤が追っていって51は 41.7 倍、3連単の514ですと 302.1 倍。さあまくった5号艇の坂本がトップを守ってゴール前直線に向いた。1号艇の佐藤は届かず、2番手3番手は4号艇の鈴木、先頭5号艇坂本デビュー初勝利1着でゴールイン。続いて1号艇の佐藤が2着、4号艇鈴木が3着、あとは2番高橋、6番小沢、3号艇柴田の順。ドラドキ目玉第6競争は5号艇坂本デビュー初勝利を飾りました。